はい、ということでね、原宿来ました。今回もね、原宿の古着屋さんいっぱい回っていきましょう。まずね、俺心残りがあるんだよ、あの初売りの時の。俺動物のアイス食べに行こうとして売ってなかったから、ちょっと動物のアイス食べに行こう。エト食おう、イノシシ。さあ、えっ、やってなくね、アイス屋さん。え、どれ、どこに。嘘だろ、え、また閉まってんの。え、つかさ、え、わかんない、なんかこの辺だった記憶、なんか竹下通りにあるって書いてる。何、移動したの。わかんない、竹下通り移動しちゃったの。じゃあ福屋行きますか。そうや、諦めて福屋行きますか。はい、タピオカで TikTok やりたい俺。あ、最近 TikTok 始めました。皆さんよければ見に来てください。あそこ行こう。面白いね、古着屋さんがあるんで。そこの古着屋さんは、そう、なんだろう、パーテーションみたいなので区切られてて、店内がなんかブロックごとにそのなんか面白いものを置いてあるみたいな。なんかこうお店の雰囲気もちゃんとなんか作り込まれた古着屋さんで、そうそう、ちょっとそこ行きましょう。はい、ということでね、古着屋さん行きましょう。古着屋さん、面白い古着屋さんがあるんだよね。待って待って、地下なんですよ、地下1。ということでね、1店舗目、少年ジャンクさんというお店にあのお邪魔してます。ちょっと見ていきましょう、中を。すごいよね、なんかちょっとこう一個ずつこう区切られてる。ね、すごいすごい、すごい、ジャンプ置いてある。すげえ。そこね、結構好きで来るんですよ、実は。あ、そうなんだ。そうそうそう、なんかわかる、かわいいの多いんだよね、猫の。あー、あんま好きそうだもん。そう、めっちゃ好き。見て見て、フージー、かわいくない。かわいい。ちょっと俺にはちょっとでかいけど、なんかこういう渋い色のフージーもいいよ、かわいい。これとか、そう、俺着てそう。いや着てなさそう。あんま見ない。下北にこういう子結構いるよね。すげえ、見て、鎖片着だ。いや違う、モフモフのなんかネットみたいな。あ、袖ぴったり。ほんとだね。あ、でもこれかっこいいな。俺結構好きかもしれん。いいですね、変わり種、ね、1個欲しいな。剥がすと意外とないロングのデニムとかも。レタータックマン、こっちのフリースーツは。フリースーツ、すげえ、フリースーツってかわいい。で、この1個、家の中入りましょう。家の中、これ結構シャツ多いね、シャツ。シャツ系、俺シャツそんな持ってないんだよ。人気あるわこれ。ちょっとね、春先まで使えそうな感じ。確かに、いい感じ、いい感じ。デニムゾーン、これいいね、めっちゃ。ロングのデニムめっちゃ置いてあるんだけど、チェスターのとか探すと結構ないんだよ。それかわいいね。どうしよう、なんかいいな。なんか微妙に長いだけとか、なんかちょっとやぼったいの多いんだけど、なんか結構きれいめな、なんかデニムの。どう、あ、寄らなくていいわ。でもかわいいね、これも。また行っちゃったらかわいい。カウントしとくか、これ、今度から。何回行ったか、コメント欄に書いてもらうか。罰金500円とか。罰金1回で。それおもろいな。いやいや、あるじゃん、よく。某テレビ局で。言うなよ。パクったみたいな。あれ、お、あれ、あれ、これ持ってる。これ履いてるやつじゃん。履いてる。ハワイで、あ、ハワイで買ってる。ハワイで売ってたって言ってたよね。これでもめっちゃいいな。やっぱ改めて見ると。向こう限定のコンバース、やっぱなんかいいな、めっちゃかっこいい、かわいい。上手に来てんじゃん、かわいい。クマ、怖っ、リアルクマじゃん。いいね、逆に良くない、ベストをこうやって使ってるんだね。かわいい、チャイナ系なのにベストになってる、面白いよ。ここクージー豊富だね、なんかいっぱいある。かわいい、いいね。あー、すごい、スターハートの裏にクージー入ってる。じゃあそこ行きましょう。ここはなんかちょっときれいめな感じ。すごいね、これ生地面白、見える、これ日焼け顔は止まんないし、ね、かわいい。ちゃんとポケットもついてるの、それ嘘。あ、本当だ、ついてる、ポケットついてる。何入れてるかすぐバレる。確かに。いや、いいわ、寄らなくていいわ。あれ、かわいい、面白いね、かわいい、これいい。この辺ちょっと良さがある、良さげ。結構いいね、これすごい、派手派手だね。でもかっこいい、確かに。ギャルソンっぽい。かっこいいな。今日のダンスタイム、これ5分ぐらい流してくるじゃん。
じゃあ5分やる。じゃあ、これ見たくない人は5分間飛ばしてください。迷惑だ。お店に迷惑。それお前が言うの？いや、これかっこいい。かっこいい。これさ、マネキンもかわいくね？マネキンで着てるって、ちょっとかわいい。ヒョウ柄で、コーデュロイで、レディースでしょ？ああ。俺じゃん。サイズも着てるかもしれない。多分、レディースサイズだから、パンツも大体。いいですね。欲しいな。じゃ次のね、お店行こう、次のお店。結構ね、1店舗目でね、時間使いすぎたね。暗くなってきちゃったわ。確かに。やばい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 。ちょっと2店舗目行きましょう。いつもの通りの行ってないとこ行くか。動画で紹介してないところ行きましょう。せっかくだからね。次行く店舗はですね、スニーカーとかストリート系のアイテムが結構豊富にあるところ。おう、まあ動画では何回か名前だけは紹介してるんだけども、うん、今回ね撮っていいってことだったんで、ね、店内軽く撮りましょう。はい、ということでね、2店舗目こちらですよ。こちらカメレオンエアハウスさんね。多分動画見てくれてればわかると思うけどね、買ったものはね実はちょこちょこ紹介してるのよ。で今回ね撮影していいですかって言ったら、やってくださいと。ありがとうございます。本当店長さんありがとうございます。なんか見ていきましょう。結構通ってんの？結構通ってる。問い合わせめっちゃ多かったんだけど、クージーの T シャツあったじゃん、うん、あれはここで買った。あ、そうなの？めっちゃ気に入ってる。本当かわいいね。めっちゃかわいい。これいくらだろう、サイズどのぐらいだろう。27cm、 ちょっとでかいけど、うわこれめっちゃ欲しい。しんじさん、店長さんのしんじさんです。こんにちは。ストリートアイテムだけじゃないんでね、面白いのもいっぱいあるんで見ていきましょう。はい。なんかやっぱいつも行ってるお店に改まってこういう感じで行くと恥ずかしいね。28.5、 うわサイズがあれば良くないですかこれ。大丈夫、気持ち悪くない？大丈夫。何？あ、大丈夫。ちょっと出てるけど、やばさが。この辺とかさ、ブレザーの ACG のモデル。かわいいね。ね。それこそ今はさ、ブレザーさ、結構知名度というかさ、みんな好きになってきたけどさ、その通常ラインと ACG 合わせようみたいな流れをね。かわいくない？これ。かわいい。これっぽい？めっちゃかわいい。これね、なんかね、刺繍っぽいの好きなんだよ。うん。めっちゃ可愛いこれ。8後ろ。これいい。これめっちゃ可愛いな。こんだけメタボレしたら何買うか分かっちゃう。はい、ということでね、買いました。何買ったかはね、後日のレビューでお楽しみください。分かるでしょ。いや、バレたわ。多分いつもね、ちょっと古着屋ばっかり、まあ、古着屋ばっかりっていうか古着屋行くんだけど、今からちょっと系統をちょっと変えてみようか。いつも一緒だとあれじゃん、うん、今から行くのはちょっとブランド古着ちょっと行ってみよう。知り合いがいて、ちょっとそこね、取ってもいいよってことだったんで、ここ、シーカー、ここの通りのちょっと路地に入ったところにある、知る人ぞ知る面白いブランド古着屋があるから。ここのここの通りのね、一本路地に入ったところにね、こうブランド古着屋があるわけですよ。実は隠れた名店があるわけですよ。シーカーさん、これ見て、これ目玉があるんだよね。いいね。つまりこれは面白いね。こっち側だとちょっといい意味で雰囲気変わって、なんか面白いよね。ブランド古着屋さんがここにある。ここ？ここですね。一応撮影も OK もらってるんで。さすが。あ、やばい。近づきすぎた。一応多分俺のあれそこ。じゃあこれ近づきすぎちゃった。すいません。ただ僕絶対盗まないから。いや、やってるなんじゃない。僕絶対盗まないから。何のすっと。いや、一応言っとかないとさ。一応言っとかないとって。お前マッシュ盗むなよって言われるかもしれない。盗まない。僕絶対盗めませんから。それ言う方が怪しい。確かにね。うわー、俺これ抽選外れたんですよ。フィアオブゴッドのスニーカー。なんだ、うん、これめっちゃかっこいいね。生で見るとめっちゃかっこいいわ。もうサムネでいいんじゃないってぐらい。こういうことで、クロムハーツ、やっぱ指輪を作ってる身としてはね、こういうのいいね。あ、うん、かっこいいね。あ、実はね、
小指のリング新しくしてるんですよ。あ、そうなんだ。楽しみ待ってて。だ動画にはしない。あ、しない。ただちょっとチラッと紹介するかもしれない。あ、めっちゃかっこいい。将軍とかのなんかマーク書いてる。リトンのデザイナーさんがね、こういうのが好きなんですよ、バッシュが。あ、ここからこう落とし込んで。僕の動画でまさか出ると思わなかった鳥です。ソールが3つ分のシュプリームゾーンボックス、かわいいな。これもね、オンライン僕は外れました。ないね、運が。運がないです。僕は運がないですってか、みんな外れてるから。ギャルソンコラボの、はい、かわいい。これ並びん時めっちゃ見るね。これオフホワイト、かっこいいな。これさ、こういうさ加工、オイルっぽいような、ちょっとこれゴムなのかな、オイルっぽいような加工をされてるね、デニムをさ、昔さ母親に洗濯されたんだよね。家で脱ぎっぱなしにしといたらさ、さすがに怒ったよね。脱ぎっぱなしにしたしね。それがあったからあんな強く言えなかった。もう奥歯めっちゃティッシュ噛んだ。奥歯でめっちゃティッシュ噛んだ。めっちゃ可愛い。それ何？プラド。可愛い。これ、これいいの？可愛い。また可愛いって。ちょっともうダメだ、癖だ。いいなぁ。いや、抽選しこたま当たんなかったわ。知り合いにね、当たってる人いたんだけどね。あ、そうなんだ。やっぱいいね、実物は。あの、試着も全然していいってことだったんで、あの、恐れてやんなかったですけど。じゃあちょっといろいろ試着させてもらえますか、せっかくだし。そうね。めっちゃかっこいい。かっこいい。めっちゃかっこいい。最近シュプリーム全然変えてないけど、やっぱ改めて着ると欲しくなる。レディメイドなんかいいなと思うんだけどね。手が出ない。すごい、かっこいい。いつもとちょっと違う感じ。かっこよ。これ欲しいね、やっぱ服って。服ってやっぱいいわ。筆字で書いといて。服ってやっぱいいわって。最近キャップアッパかぶってないから欲しいね。このライダースと MA1 合わせたような感じ、めっちゃかっこいいな。ちょっと肩抜いても。ベルトがついてる。うん、ライダースっぽくもなってる。え、これめっちゃかっこよくない？こんなかっこいい。だから着ると欲しくなっちゃう。すごいっすね。こんな店なかなかないよ。いや、ブランド系の扱ってる古着屋さんって、こう新品のやつとかは結構履かないでくださいみたいな感じのとこ多いから、すごい。アップルパンタク一回撮りましょうか。どんどん誘惑に仕込まれてくる。やばいって。いい服ってね、着ると買っちゃうから、ね、でも本当に大事なんだね、体験することは。体験大事だ。いや、いいお店だったね。うん、大体ね、あのね、ブランド古着屋さんってさ、ちょっと敷居が高くてさ、なかなかこう試着とかさ、結構断られること多いんだけど、 あそこめっちゃこうフランクにこう着ていいですよとかやってくれるからね、めっちゃいいぞ、ほんと。ブランド古着は誘惑がすごいね、ほんと。はい、ということでね、もう結構回りましたね、いろいろ。最後はね、美味しいご飯でも食べて、あの、帰りましょう。購入品の紹介はね、後日別のね、動画でね、紹介するんで、そちらをご覧ください。今からご飯食べ行こう、みんな。はい、そっちのね、ご飯の動画、サブチャンネルにアップしようかなと思いますんでね、こっちご覧ください。それではまた次回、バイバイ。ロッシュルーム。初売りをね、行こうかなと思います。やっぱ洋服好きたるもの、初売り行かなきゃダメでしょ。コーデルで裏地がすごい。